レルヤ、この朝も共にここで礼拝できることありがとうございます。アメン。私たちは、ね、生かされここに集められることをありがとうございます。皆さんに本当にこのように健康が守られ、一切の闇から守られ、このようにここに集まれているこの恵み、本当に主に感謝です。どんな時も私たちはこの恵みを感謝していきたいと思います。この都知事選、興味があってだいぶこういろんな人の意見聞きますけども、聞けば聞くほどなんかこの納得はするんですけど、なんかこのなんか虚しくなるというかね、重いものがこうやってきて、やっぱり御言葉のないところにあんまりこう祝福というか喜びがないなと思って、聞いてましたけれども、私たちはこの御言葉、ここにこういうところに来て御言葉を受け取れる、神様により頼める、それだけで本当に恵みだなと思います。ね、最初にですね、主を求めて今自由に、先週ですね、石黒先生が恵みと憐れみ、憐れみってことをね教えてくださいました。憐れみ、私たちはそのまあ都政がどうあれそこを裁くのではなく、取りなし、憐れみの心を持って取りなす、そのようなものになっていきたいと思います。また日本のですね、この警察がどうあれ取りなすものでありたいと思います。アメン。私たちのですね、誠の主は天にある天の父、主が治めてくださることを信じます。アメン。今取りなしていきましょう。Bye.
シャロームって言ってですね、挨拶を出してまいりましょう。主体求め、今日もこの場所に集められていることを感謝します。今日も主の御言葉を受け取っていることを信じ宣言し、あなたの御言葉を賛美してまいりましょう。あなたの御言葉は我が道の灯し、暗闇に道を教え、
Oh.
アメン。主の名を褒めたたえ感謝いたします。私たちがこの歌う賛美は信仰の告白であり、主への信頼であることを感謝いたします。嘆きの日は終わりを告げます。今のさまざまな困難、難しい状況の中に、主はあなたの守りと主の御手が置かれていくことを感謝いたします。特に今日祈りたいと願います。この場所に集った一人一人、そして本当にインターネットの先で礼拝をするお一人お一人の上に、主よ特別な御手の守りを置いてください。詩篇91篇にはそのエアミも病原菌も疫病、それらが我らに近づかないと約束されています。主の約束は真実です。その御言葉必ず成就することを感謝いたします。今このような本当にコロナウイルス、さまざまな疫病が蔓延する時代の中において、どうか主よ私たち一人一人の体と心、霊、魂、すべてを主が守ってくださることを感謝いたします。私たちの家族も主が守られることを感謝いたします。教会を、日本の諸教会を、また私たちの使わされていく町を、職場を主が守ってくださることを感謝いたします。本当に主よあなたの希望の光がこの日本に、またさまざまな災害や苦しみの中にある人々の中にも、主よお願いします、あなたの救いの光を照らしてください。主がこの日本を救われることを感謝いたします。すべての贖い主であられる我らの主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。主に大きな拍手を捧げたいと願います。主はまことに真実なるお方です。感謝いたします。もう一度私たちはシャローム、このお互いにですね、離れた距離ではありますけど、宣言を持って祝福したいと願います。はい、シャローム。アーメン。感謝します。シャローム、シャローム。はい、では感謝いたします。私たちは今日も喜びを持って感謝の捧げ物を捧げたいと願います。この捧げることができるのは機会であり、そして私たちはこの地上において経済というものにですね、本当にこの信仰、そしてまた永遠の報いというその使命を分与することができることを感謝いたします。今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら、主の御前に掲げてください。お祈りいたします。天皇お父様、ありがとうございます。この旧約聖書の時代、生贄、捧げ物に人々は頭をつけ、また手を置き、そこに分与しました。その旧約聖書においては、その生贄は罪のための贖い、また主への感謝の捧げ物、それを表すものでした。今私たちはこの経済、もうすでに捧げられたイエス・キリストの十字架の血潮がありますので、それ以上生贄を捧げる必要はないことを感謝いたします。しかしそれに加えて、私たちはこの感謝の捧げ物、感謝の生贄を主の御前に持っていくことができるこの機会が与えられていることを感謝いたします。今この感謝の捧げ物に私たちの信仰を分与いたします。そしてどうか主よ、この経済に使命を与えます。これが神の国のために用いられていきますように。そしてこの経済がこの地上で朽ち果てて終わる経済、それではなく、主よ永遠へと続く報いとして、主がこの経済、この種を用いてくださることを感謝いたします。この地上においても私たちに豊かな収穫と実りを与えてくださる主、その名を褒めたたえ感謝いたします。また今日10分の1を捧げる人々の上に、マラキ書3章の約束に伴い、天の窓が開かれ、主の恵みの雨が降り注ぎ、どうか主ご自身がその畑を不作にならないようにされ、そして豊かな祝福と恵みを持って私たちの歩みを祝福してくださることを感謝いたします。主の御言葉は真実ですので、必ず成就し成し遂げられること、ありがとうございます。すべての恵みの源であられる我らの主イエス・キリストのお名前を通してお捧げいたします。アメン。
アメン、感謝いたします。もう一度我らの主に大きな拍手を捧げたいと願います。主が私たちの守り、私たちの覆い、我が盾、我が力、我が櫓であられることを感謝いたします。短く椅子のアナウンスをさせていただきますが、昨日運営委員会が持たれました。その中でですね、話し合われ、また皆が共に祈りながら一致し、そして決議したこと、そのことをですね、また詳細をまとめまして、できますならば8月2日の日曜日ですね、礼拝が終わった後懇談会をもちまして、今後のシャロム教会の導きなども本当にこの神の家族で共に分かち合えたらと願いますので、ぜひまたその詳細はですね、決定しましたらこの週報やまたこのアナウンスで報告いたしますので、よろしくお願いいたします。感謝いたします。またインターネットの先で礼拝している方々、歓迎したいと願います。拍手を送りましょう。それぞれの本当に置かれた場所において主の祝福と好意と恵みが望みますように、今日も感謝を持ってこの聖書の御言葉開いていきたいと願いますが、マタイの福音書の7章3条の水訓という箇所を続けて私たちは見ておりますが、先週見ました箇所、同じ箇所をもう一度見たいと願います。マタイの福音書の7章12節、マタイの福音書の7章12節、この箇所は聖書の中でも黄金律、本当にイエス様ご自身が大切な戒めとして私たちに与えてくださっている御言葉ですので、2週続けてですね、これを心に刻んでいきたいと願いますが、マタイの福音書の7章12節、ありがとうございます、前にも出ておりますので、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。アメン。聖書の御言葉を一つにまとめる、集約すると本当にシンプルな言葉となります。もし皆様が誰かに、聖書は何を書いてるんですか、聖書の中で何が最も大切なんですか、そのように聞かれたら、もう迷うことなく答えてください。それは新明記の6章4節から書かれている、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これイエス様ご自身が律法学者から、律法の中で最も大切な戒めは何ですかと聞かれた時、もう即座にイエス様は答えた、これより大切な戒めは他にはありません。それは私たちが神を愛することです。しかしイエス様はそれに加えてもう一つの戒め、自分自身と同じように隣人を愛しなさい。これもこの第一の戒めと同じく大切である。そして新約聖書の時代にはこの2つをイエス様1つに合わせてしまいました。そして弟子たちに新しい戒めとして語られたんです。それは旧約聖書のこの2つの戒めを1つにし、何と言われたかというと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私たちは互いに愛し合うということだけにフォーカスをしてしまいますが、イエス様はその互いに愛し合うためには、私があなたを愛したようにイエス様との愛の関係を語っておられます。それですので、この御言葉は第一の戒めと第二の戒めが一つになった新約聖書の時代の私たちに対する戒めであることを覚えたいと願います。では人をどのように愛することができるんでしょうか。その具体的な生き方がこの7章の12節、自分にしてもらいたいことを他の人にしなさい、これが律法預言者、すなわち旧約聖書の集約である、イエス様はそのようにですね、語っておられるんです。先週はこの憐れみを持つ、また取りなすことを通して人に仕えることができる、そしてその人々に神様がなそうとしておられることを開かれるために、私たちは仕えて祈っていくことができるということを見ました。では今週はもう少し具体的な生活の中で、私たちがどのようにして自分にしてもらいたいことを他の人にしていくのか、そのことを見ていきたいと願いますが、その中でですね、本当にとても大切なことは、初めにもう結論を言いますと、私たちが神の子供である、父なる神に認められ、そして神に愛されている、そこから使えることがスタートしていきます。もし私たちが天の報いを見なければ、この地上で使えることは虚しくなります。昨年ですね、召されました
ヘンリー・グルーバー先生、この先生は本当に日本中また世界中歩き回って、そして国々のため、町のため、地域のため、鳥なしの祈りをし続けた先生です。そして多くの天の幻、また主の栄光を仰ぎ見た、本当にイエス様と共に歩んだ近い関係の中に歩み続けた先生であります。何度もですね、このメッセージの中でその証も語っていますが、その先生がある時天国に行きました。天国においては全ての被造物が主に仕え、また人に仕えることを喜びとしていたと。例えば天において花を摘む時、もう花を摘まれる花は贖われた私たちの手に触れられることを喜びとして、なんと花がもう生きて拍手をしていたというんです。そしてその花を見るときに、なんと美しく綺麗な花だろうか。そしてその花を見終わって置くときには、もう花が消えてしまい、また新たな花が天国において咲いている、そのような情景を見ます。その中で先生がですね、天において贖われた生徒たち、天の御国に行った人々の姿を見ます。その人々は聖書に書かれている通り白い衣を着ていました。そしてその白い衣をよく見ると、なんとたくさんの文字がその白い衣に書かれていたんです。これは霊的な領域ですので、実際に書かれているんですけど、もう霊の目でその一つ一つが見えた。そしてその中の文字を見ていくと、本当に小さな小さな主にあってした正しい行いが記されていたんです。そしてその中の一つの繊維には、あの時あの人にした笑顔って書かれてたらしいんです。皆さん、私たちが誰かにした笑顔さえ神様は忘れることがありません。主のしもべに水いっぱい与えるなら、決してその報いから漏れることはないとイエス様言ってくださっていることを感謝いたします。私たちが誰かにした笑顔、それは誰かを励ますものとなります。主を愛するがゆえに、誰かを本当にこの励ましたこと、良いことしたこと、全部主は天に記してくださっています。これは聖書的な真理です。実は黙示録の19章を読みますと、そこには子羊であられるイエス様と花嫁である私たちの婚姻の姿が記されています。そして花嫁は白い衣を着ることが許されたと書かれています。ではその白い衣は麻の布で作られていた。それを原文で読むと、縫い目の細かいものであると書かれているんです。本当に細かい繊維で織り合わされた白い衣を着ていた。そしてその白い衣は一体何であるかというと、その結論が、答えが書いてあります。それは生徒たちの正しい行いであると書かれているんです。ではこの正しい行いとは何でしょうか。私たちがさまざまな慈善活動すればよいんでしょうか。もちろん慈善活動は素晴らしいことです。しかし第一コリントの13章を読みますと、異言で祈ることも、予言を語ることも、奥義も、山を動かすほどの信仰も、そして自分の身が焼かれるほどの献身、そのような良い働きも、愛がなければ全てが無価値であると書かれています。では私たちの良い働きとは何かというと、神を愛するがゆえに私たちの中から出てくる行動です。この世の宗教とイエス・キリストを信じる信仰の大きな違いがそこにあります。以前にですね、ある、日本でも有名なですね、この大きな宗教の集会に行きました。牧師なんですけど、その集会に行ったんです。なぜなら行かなければならなかったんです。ある私たちの教会に集う学生がですね、大学で伝道したんです。そしたらその宗教のその一つのこの部門の学生のリーダーだったんです。ではその交換条件でやってきました。教会にやってきて礼拝が終わった後に、その学生部のリーダーが言ったんです。私は教会に来て礼拝に来たんだから、今度あなたは私のところの宗教の集会に参加しなさいと。そして先生どうしましょうと相談に来たんです。じゃあ一緒に行きましょうと言ってですね、私はそこに行くことにしました。そして本当にこうもう宗教っていう感じの集まりだったんです。そしてその集まりが終わった後、その学生部のリーダーの方と話しました。カフェで話したんです。そして単刀直入に聞きました。信じてその先どうなるんですか？死んだ後はどうなると考えてますか？そうするとその方は言ったんです。分かりませんと。この地上の行いによって全部が決まりますと。この地上で良い行いをすれば、新しいこう神のような存在になることができる。でもどこで
どうなるかわからない、違う惑星に行くかもしれない、石になるかもしれない、虫になるかもしれない、この地上での行いが次の世界に決まってます。そうですか、どうなるかわからないものに一生懸命仕えてるんですね、ということを言いました。しかし私たちの確信はイエス・キリストを通して永遠の命を持つことができる、それが私たちの確信であることを感謝いたします。私たちは恵みです、恵みによって救われたから良い行いをしないんでしょうか。そうでありません。もうあんまりにも恵みにあふれているので、その恵みがあふれて良い行いが出るようになってきます。ではもう一度言います。この世の宗教は救われるために良い行いをします。そして一生懸命頑張り善行を積みます。しかし聖書の中には人の善行、良い行い、どれだけ義人であったとしても、綺麗な心を持っていたとしても、人の義は神の義に到達しません。ただ一つ、主が与えてくださった義、すなわちイエス・キリストの十字架の救いだけが、私たちを父のもとに近づける、その道であることを感謝いたします。それですので、イエス様は、私が道であり、真理であり、命である。私を通してなければ、誰一人父のもとに来ることはない。そのように言われたことを覚えたいと願います。では私たちは救われるために良い行いをするのではなく、もう救われ、信じられないほどの恵みを受けているから、その恵みに応答して良い行いをするようになっていきます。これはもう恵みの原理です。例えば種を、ひまわりの種をまきます。そしてそのひまわりが栄養のある土の中に入り、大地の恵みを受けます。雨を吸い込み、この自然の恵みを受けます。太陽を浴びて、そしてその太陽の恵みを受けます。そうするなら何をするんでしょうか。必ず根を張り、そして芽を出し、葉を茂らせ、花を咲かせ、実を実らせます。すべてこの世のものは恵みを受けたなら、その恵みに応答します。私たちのイエス・キリストを信じるその生き方も、恵みに応答して生きる生き方です。それですので、この生徒たちの正しい行いとは、新約聖書その訳を読みますと、父の御前での正しい身分を知ったがゆえの生き方と書かれています。もう一度言います。生徒たちの正しい行いとは、父なる神の御前での自分の正しい身分を知ったがゆえの生き方。そうです。なので自分が何者であるかを知ったときに生き方が変わっていきます。そしてその時、私たちは人のために仕えたとしても、そしてその時評価得られなかった、誰も見ていなかった、報いが与えられなかった、虚しい心になる必要はないんです。父の御前でした行動になるからです。本当に小さなことなんですけど、例えばですね、私は他の施設を利用した時にですね、私の番でこのペーパータオルがなくなったんです。どうしますか皆さん。ああもうその人の施設だから、ここのスタッフが変えたらいい、私たちは放っていくこともできます。しかし自分の番でペーパータオルがなくなった時にですね、考えました。次の人はこれを引き出す時に困ると。そして結局次の人が開けて引き出さなければならない。では自分の番でこれをビニールを捨て、そして次のビニールを開けて、そしてそれを取り出し取れるようにしよう、そのようにしていきました。本当に小さなことです。日常生活の中で私たちは使える機会がいっぱいあります。しかしそれが実は主への礼拝となるんです。私たちは大きなことだけが礼拝だと思うかもしれません。何千何万人が集まって熱狂して主を褒めたたえたら素晴らしい礼拝。しかし日常生活は礼拝とは違うと思うかもしれません。しかし実は毎日の生活が礼拝です。それを主を愛するがゆえに行うなら、ペーパータオル一つ開けることでさえ礼拝となります。例えば教会の、まあ綺麗な話ではないんですけど、お手洗いを使うときにですね、まあ、本当にこのお手洗いは素晴らしい状態にいつもなります。それですので自分自身が使用するときには必ずそこを拭いていきます。床を消毒液をまき、そしてこの拭いていくんですね。次の人が気持ちよく使うことができるようにそこを整えていきます。これ何かアピールしているわけではなくてですね、本当にこの見えない働きであったとしても、私はそのトイレ掃除をするときに喜びがやってきます。なぜならそれを礼拝として行うからです。私たちは大きなことを求めてしまいます。しかしイエス様も言われました。小さなことに忠実なものは大きなことに忠実である。なので日頃の生活の中で私たちは使える機会、礼拝する機会、主の愛を表す機会がもう数多くあることを覚えようではありませんか。そして日頃の小さなことに忠実に使い続けていきたいと願います。
主はそのような人々を探し求めておられるんです。例えばダビデはどうだったでしょうか。ダビデは自分たちの家族全員が、預言者サムエルがやってきて集められたんです。その当時のもう預言者が来るということはもう本当に驚くべき偉大なことでした。そしてもう特別な神様からの啓示が語られるために、召しが語られるために、このエッサイの家族が呼ばれたんです。しかし父親エッサイはダビデを省いて、他の兄弟たちは全部集めたんですけど、ダビデは呼びませんでした。なぜなら一番下の末の子で重要でないと思われていたからです。ではダビデはどこにいたんでしょうか。羊を飼っていました。しかもその当時ペリシテ人との戦いがあり、兄たちはその戦場の最前線で戦っていました。すなわち人々がもう称賛し目立つような働きをしてたんです。しかしダビデはいつも羊飼いとして見えない働きをしてたんです。ダビデはその時にもう心を曇らせ、失望し、落胆し、兄弟たちを妬み、いつも怒りの思いを持っていたでしょうか。なんで自分がこんなつまらない仕事しなければならないんだ、預言者が集まる来た時にも呼んでもらえない、戦場の最前線に向けない、私はもう毎日見ているのはもうこの羊たちの鳴き声ばかり聞いている、そして日照りに照らされ、そして一つの牧場からまた一つの牧場に彼ら導いていかなければならない、いつまでこんなことしなければならないのか、そのような失望落胆し心を曇らせていたでしょうか。そうではありません。ダビデはその羊を飼う場所を最高の礼拝の場所に変えてしまいました。そして羊を飼いながら主を褒めたたえたんです。主よ、あなたは私の羊飼いです。私には乏しいことは決してありません。あなたは命の水、また緑の牧場へと私を導かれるお方であられることを感謝いたします。羊飼いというとですね、優雅なイメージを受けます。緑の牧草地があって、そこに多くの羊がいる。皆さん、このイメージは実はアメリカやニュージーランドの羊飼いのイメージです。またヨーロッパなどのこの羊飼い、それはもう豊かな牧草地があり、そこで羊を飼います。しかしイスラエルで羊飼いを見ますと、本当に乾いた土地を歩きます。そしてもう水がほとんどない地を歩き、一つの牧草地から一つの牧草地に移動するのにもうこれは重労働です。日照りで照らされ、そしてもし水場、そして牧場を見つけることができなければ全部羊が全滅してしまうんです。またその当時は熊やライオンが襲ってきて羊を捕らえてきました。それなので羊を飼うことは命がけでした。しかしその中においてもダビデは、主よ、あなたに信頼します、あなたが羊飼いですので、この私の働きを導いてくださるのは主よ、あなたご自身です。夜の暗さ、死の影を歩く時でさえも私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。彼の内側から信仰があふれてきたんです。では主はイスラエルを見渡す時に、自分の心にかなったものがどこにいるだろうか、それを絶えず探していました。その当時宮があったこの城のこの神殿にも主の心にかなうものがいなかったんです。祭司たちの中、レビ人の中にも主の心と一致するものがいませんでした。王宮を探してもその主の心と一致するものを見つけることができなかったんです。また戦場で戦っている勇士たちの中を見ても、その中にこの主の心と一致したものを探すことはありませんでした。しかし主は荒野で羊を飼う少年の中に主の心と全く一つになったその少年を見出すこととなったんです。それですので聖書にはこのように書かれています。主はダビデを見出したと書かれています。この見出したって言葉は、何度も何度も何度もイスラエル中を巡り、そして人々の心をテストし、人々の心を試し、この人が私の心にかなうのか、この人が私の心にかなうのか、すべての人々の心を尋ね歩いた結果、荒野に私の心とぴったり合うものを見つけた。それがこの見出したという言葉です。彼がしていた仕事は人目につかない使える仕事でした。しかしそのものを主は引き上げてイスラエルの王とされました。それですので皆様、私たちも王権を持つ祭司としてイエス・キリストの血によってそのような身分を持つ者たちです。その働きは
人目につく働きではないかもしれません。しかし見えないところで日々の生活の中でどのように主を愛するがゆえに仕えていくのか、主はそのことをいつも見ておられることを覚えたいと願います。時には私たちがした結果、この主の心を行おうと努力した結果、いつも良い結果が見えるとは限りません。以前にあるこの人々のためにですね、一生懸命努力して費やしました。自分たちの時間、自分たちのエネルギー、自分たちの経済、もうありとあらゆるものを費やし、その人々がイエス・キリストになって成長することを願ったんです。しかしそれが全くうまくいかなくなってしまったんです。そしてその人々が去っていく姿を見ました。その時に本当に虚しい心がやってきたんです。主よ、この年月は何だったんでしょうか、費やした時間は何だったんでしょうか、費やした私たちの努力は何だったんでしょうか、本当にこんな虚しい結果になってしまいました。しかしその時主は明確に祈りの中で答えてくださいました。御言葉を通して、それは返すことができない人に貸したのは私に貸したのです。もし私たちが何かを費やした結果人々が変わるなら、私たちは自分の栄光を表してしまうかもしれません。あの人を変えたのは自分だ、あの人によくやったのは自分だ。しかしその結果を見れないとき、私たちは失望落胆します。しかしその時でも主はそれは無駄ではないと言ってくださるんです。その人が変わらなかった、返すことができなかった、でもその費やしたものは私に捧げたものである。そのように主が言ってくださることを感謝いたします。主は私たちが主を愛するがゆえに行った一つ一つの行為、一つ一つの行い、主を愛するがゆえにした正しいこと、それを一つも漏らすことがなく天に書き記してくださっていることを感謝いたします。例えばもっと見えないことで言うなら、誰かを心の中で許したとか、誰かのために取りなし祈った、その涙、こんなことも誰も評価しないと思います。誰も見ていてくれないと思います。しかし詩編の中でダビデは言います。主よ、私の涙を天の皮袋の中に蓄えてください。皆さん、天国には私たちの涙を蓄える主の袋があることを感謝いたします。私たちが心の中で誰かに対して怒りや、そして傷を負いながらも主の御前に出て、主よ、その人々を許します、その人々を祝福してください、その人々に主の憐れみと好意が満ち溢れますように、そのように祈るのであれば、これは主の心にかなった歩みとなります。主はその涙を永遠の報いとして天に蓄えてくださっていることを感謝いたします。これが実は三条の水君の生き方です。自分を迫害する者のために祈りなさい、私たちを呪う者、悪く言う人々を祝福しなさい、これがイエス・キリストにある与える生き方であることを覚えたいと願います。しかしこの地上で報いが得られないと、私たちは自分が損したような気持ちになるかもしれません。しかし皆様、私たちの目の涙は全部天の門をくぐるときに拭われます。そこには痛み、嘆き、悲しみはなくなります。そして私たちが天の門をくぐるとき、この地上で主を愛するがゆえに流した涙、そして本当に主の心を行うために傷んだ苦しみ、その全部の報いを見ることになります。なぜなら天国に入るには一つの、まあ12の門があるんですけど、全部同じ種類の土台でできた門を通ります。それは何でしょうか。真珠でできています。もちろん12種類の宝石がその真珠の周りに散りばめてあり、12の門それぞれ違う形でできています。しかしその12の門の全部の土台は真珠です。天国の入り口に入るときには必ず真珠の門を通って入らなければなりません。ではその門をくぐるときに、私たちは涙の理由を理解できます。苦しみの理由を全部理解できます。そしてそれらが全部拭われます。なぜでしょうか。真珠は貝の中に異物が入り込むんですね。真珠貝の中に。そして真珠貝はその異物があんまりにも痛くて、そして邪魔で苦しくて涙を流すんです。分泌液、それが出てきます。そしてその苦しみ、まあ、真珠が流す涙でその異物が溶かされ、そしてあのきれいに光り輝く真珠が出来上がってきます。
私たちもこの地上で苦しみ痛み嘆くとき、それは実は天の報いへとつながることであることを覚えたいと願います。主を愛するがゆえに人を許したこと、主を愛するがゆえに忍耐したこと、主を愛するがゆえに涙を流して取りなしたこと、それらすべてを主は覚えてくださっていることを感謝いたします。グラハム・クック先生のですね、証を今まで何度も話したことがありますが、その先生の証は本当に素晴らしい証がたくさんあります。ロンドンでですね、イギリスで働きをされ、そして、その何十年も前の証でありますので、その当時はまだ預言のミニストリー、預言の働きということが世界的に受け入れられてない時代でした。でもこのグラハム・クック先生は主からの預言的な油注ぎを受けて、預言のミニストリー、預言の働きということをですね、し続けたんです。そしてそれに対する諸教会のたくさんの反対が起こり続けたんです。ああ、彼は異端だ、ああ彼は本当に狂っている、彼は間違った教えを教えている偽預言者だ、たくさんの批判がされました。特に3人の牧師が熱心にこのグラハム・クック先生を批判し続けたんです。もうあまりにも熱心で、なんとこのグラハム先生が集会をすると必ず前に3人が座ります。そしてメッセージの一言まで漏らすことなく3人が全部メモするんです。そして次の集会の時にまでには、ロンドンの諸教会にグラハム・クックがこのような間違った教えをしているその機関紙を全部配ります。そしてその今度の集会をする時には、入り口に3人が立ってまるで人々をウェルカムするかのようにですね、グリーターのように人々にこの機関紙を配り続けるんです。グラハム・クックの教えは間違っている、この人は偽預言者だ、この教えを聞いてはならない。そしてまたその配り終わると集会の一番最前列に来てメモを熱心に取ります。もうあまりにも熱心な3人でした。そしてそのグラハム・クック先生の働きを批判し続けたんです。もう彼は心痛み苦しみ、そして主に祈ったんです。主よ、あの3人の命を早く取り去ってください。もうあなたが打ってくださり、いやすぐ取り去るとあれなので少し苦しめてから、そして命取り去ってください。本当に彼らに対する裁きを願い求めました。でもある時主の臨在が濃厚に訪れる中で天の幻を見たんです。父の御座の前に行きました。そして天の父の御座の横で綺麗な彫刻の建この作られたものがあったんです。主よ、この綺麗な彫刻、あんまりにも美しいものは何ですか。主は答えました。それはあなたの姿である。そしてその彫刻を作るためにミノとハンマーでそれを削っている人々がいたんです。3人の人々が削ってました。そして主が、誰がこの彫刻を作っているのか見せてあげよう。そのグラハム・クック先生の目が開かれたら、あのいつも前に来る3人の牧師が削ってたんです。グラハム・クック先生はその牧師たちをサンバカ大将と呼んでたんですけど、その時言いました。ああ、あのサンバカ大将が削ってた、あの3人が私を磨いてくれてたんだ。その時から彼の考え方が変わったんです。彼らが3人前に来るといつもウェルカムしました。本当にありがとうございます、来てくださってありがとうございます、ぜひ控え室に来てクッキー食べながら紅茶飲んでください、いつもいつもウェルカムしたんです。あなたのおかげで本当に感謝しています。3人は顔を見合わせて気まずい雰囲気になっていきました。いつもウェルカムした、そして感謝し続けた。その時期からその3人は全く姿を現さなくなったんです。主はその痛みや嘆き苦しみの理由をグラハム牧師に理解させたかったんです。それは彼を苦しめるためではなく、彼のプライドを砕き、彼の自己中心を取り除き、そして彼が自分を誇ることをやめ主に信頼し、そしてなんとその3人がしていた批判は彼を痛めつけるのではなく彼を整え磨くものだったんです。それですので、ぜひ皆様、私たちの人生の中において苦しみがあるとき、それを主のゆえに感謝しようでありませんか。第一ペテロの手紙の中には、私たちが不当な苦しみを受け主のゆえにそれを忍耐するのであれば、それは主に喜ばれることであると書かれています。原文ではそれは神の恵みであると書かれているんです。なんと主はこの苦しみという恵みを私たちに与えることを良しとしてくださいます。それはますます私たちが整えられ磨かれ主の心と一致するためです。
では私たちの信仰の創始者であられるイエス様は苦しみに遭われなかったんですか？そうではありません。ヘブルの手紙を読むと、この地上では多くの涙と多くの叫びのゆえに、苦しみから来る叫びのゆえに、父にその従順さが認められたと書かれているんです。私たちの信仰の創始者であられるイエス様でさえ多くの涙と苦しみを経験しました。それであるなら、それに従う私たちも必ずこの地上においては涙、苦しみ、痛みを経験します。しかしそれは私たちを倒すものではなく、私たちを磨くものであることを感謝いたします。それですので、これから一緒に決心しましょう。人生の中において私たちが起こるさまざまな出来事を感謝する習慣をつけるということ。私たちが使える機会があるのであれば、主よ、このことを感謝いたします。家庭の中においても、教会の中においても、職場の中においても、例えば自分が掃除をしたり、自分が何かを片付けたり、自分が使えなければならない、誰も評価しない、そのような働きの時に、私たちは主よ、これは使える機会であります、主よ、感謝いたします。そのようにですね、私たちは全ての使える働きを主への礼拝としてお捧げすることができます。そしてその時、主はダビデを荒野で見出したように、私たちを真の礼拝者として、その置かれた場所において見出してくださることを感謝いたします。そのような生き方をするときに、必ず後には人が理解するようになります。ある日本の教会においてこのような証を聞きました。一人のクリスチャンの方がいました。そしてその職場の中においては本当に嫌がらせを受けていたんです。なぜなら、他の人々が悪口を言うときには悪口を言わなかったり、また、日曜日この礼拝に行くので休んだり、さまざまな他の人と違う生き方をしていました。それゆえに同僚から本当に無理難題、そして仕事当てつけ、この多く任せられたり、本当にこの他の人がしたくないような仕事を任せられました。しかしその時、その姉妹は喜んで使えたんです。トイレを掃除することも、その他職場に使えることも、不満言いながら、また本当に怒りながらではなく、喜んで使える姿、それを本当に誰にもアピールすることなく、ただ着実に続けていったんです。しかしその姿をずっと見ていたのは彼女の上司だったんです。そして上司がある時やってきて言いました。あなたがクリスチャンであることを知ってます。そしてこの職場でさまざまな苦しい目に遭いながらも忍耐していることを知っています。あなたが持っている信仰であるなら、私も持ちたい、あなたの教会に連れて行ってほしいと。そしてその上司は教会に行き、イエス・キリストを信じてバプテスマを受け、その教会の信仰者となったことを感謝いたします。これは実際に起こった出来事です。では私たちは使えることを通してイエス様の姿を表すことができます。イエス様ご自身も使えられるためではなく、使えるために来ました。そして私たちはあなた方の中で給仕するもののように、使えるもののように使えていました。そのように生きました。そうです、イエス様でさえこの地上においては使える歩みをされたんです。イエス様は特に30歳までの間は家族に仕えられました。イエス様はお生まれになっていきなり神の子としての働きをしましたか？イエス様は光に包まれ、そして幼子が急に浮き上がり、私は神の子だ、そのように言って人々がイエス様を崇めた、そのような記述は一切ありません。イエス様は幼子の時にはこの地上で父母の役割を与えられたヨセフとマリアのお世話になったんです。そして30歳までの出来事は、この幼子の頃と12歳の記述を省いては一切書かれてないんです。なぜなら、30歳までイエス様は大工として汗水流し家族に仕えたんです。そしてその30歳の時が来てから、公の父なる神の働きがスタートしていきます。そのイエス様でさえも使えるということをし続けていました。その結果、父の心をこの地上で行う、その準備がされていくこととなったんです。それですので、私たちに任せられ、与えられている日々の生活を、私たちは霊的な訓練として受け取ろうではありませんか。もちろん私たちは優れた聖書学校に行くこと、さまざまな御言葉の学びを受けること、ミニストリーのトレーニングを受けること、重要です。でも毎日の生活が私たちにとってのミニストリーの訓練であることを覚えたいと願います。
最後にこのことを分かち合いたいと願いますが、これも今まで何度も分かち合いをしてきましたが、本当に私が尊敬する一人のワーシップリーダーの中にマット・レッドマンというですね、人物がいます。今まで何度か彼の集会に参加した時に本当に不思議なことが起こるんですけど、マット・レッドマンの姿がなくなるんです。他にもいろんなアーティストたちが、このクリスチャンのアーティストたちがですね、このワーシップ礼拝者たちが礼拝を捧げていました。クリス・トムリン、私たちが本当に知っている多くの有名な賛美、 How great is our God、 そのような本当に人々がもう心から礼拝するような多くの賛美を作った、そのようなワーシップリーダーも出ました。クリス・トムリンはかっこよくて、ああクリス・トムリン素晴らしいと思ってしまうんです。しかしマット・レッドマンが出てきたら、あんまりマット・レッドマン気にならないんですね。そして特に彼は歌がものすごく うまいわけでもありません。でも礼拝していると彼の姿が見えなくなり、イエス様を礼拝したいと思います。ある時にはもう内側からのもうどうしたらいいかわからないので、できることであるなら口から手を突っ込んで心臓全部をイエス様に捧げたいと彼の賛美の中で思ったんです。本当に我がうちの全部を主に捧げたいです。なぜ1回だけでなく2度も3度も彼がワーシップを導くとき、そういう思いになったんです。なぜだろうか不思議に思ってました。そうするとそのワーシップの集会で仕えていた私たちの教会の一人のメンバーが後で教えてくれたんです。感動したことがありますと。それはマット・レッドマンがステージに立った後の姿でした。彼がステージで礼拝した後、今度別のワーシップリーダーが出てきて礼拝を導いたんですけど、その時に彼はステージから降りてきて、そしてその会場でひざまずいて一人の礼拝者として礼拝してました。その姿を見た時、彼はただステージで礼拝するだけでなく本当の主を愛する礼拝者なんだなということを実際にそこの横で使えることを通して見ることができました。そして彼は全世界で賛美を導くとき、もう数千人、数万人の人々の前で賛美を導きます。しかしステージから降りた後、必ず弟に言ってもらうことがあるらしいんです。それはお前はただの人だって弟がいつも言うらしいんです。なぜなら多くの若者たちが熱狂します。そこで主に導かれます。そうするうちに、これを行っているのは自分がやってるんではないかと勘違いし始めるんです。なのでいつも弟に言ってもらうのは、お前はただの人だ、素晴らしいのはイエス様だと言ってもらうらしいんです。なので彼は見えないところにおいても主を礼拝し続けます。人が評価しないところにおいても主を褒めたたえます。それがステージの上で現れます。なのでステージの上に立つときには、人々は彼を見るのではなく、彼の後ろにいる、そして彼の中におられるイエス様を見るようになることを感謝いたします。それですので、私たちが礼拝者として整えられるのは、実は毎日の生活の中にその秘訣があります。私たちが日々の生活の中でひざまずき主を礼拝するでしょうか。すべての歩みを主への礼拝として捧げることができます。本当にもう全部の領域です。では私の本当に少しだけ好きな取り組んでいることはですね、トレーニング取り組んでいるということを言いました。で、私はそのトレーニングに行くと、ベンチプレスのあるベンチの椅子でひざまずきます。そして主よ、今日もトレーニングできることを感謝いたします。このトレーニングすることを主への礼拝としてお捧げいたします。そして帰るときには、更衣室で着替えるときにタオルを敷いてひれ伏して礼拝します。主よ、今日もできたのはあなたの恵みです。私がこのようにすることができるのも、すべて主の誉れ、主に栄光がありますように。皆さん、日常生活のすべての歩みを私たちは礼拝とし、主に感謝して歩むことができることを感謝いたします。職場においても、生活においても、自分が取り組むこと全部に主ご自身を歓迎しようでありませんか。そこで主に仕える礼拝者になろうでありませんか。その結果、自分にしてもらいたいことを他の人にする、そして時には聖霊様が促してくださいます。今あの人を励ましなさい、今この人のために祈りなさい、今この人が困窮しています、この人のために何かプレゼント、また本当にサポート、助けを与えなさい。聖霊様が促しを与えてくださるんです。そして主の心を一つ一つ行っていくことができることを感謝いたします。そしてこれはこの地上の報いで終わることなく、皆様このことを覚えたいと願います。永遠の報いが用意されていることを感謝いたします。私の本当に心からの願いがあるんです。
牧師として本当に足りないものですけど、主が憐れみによって立ててくださり、そしてこの働きを本当にさせてくださっていることをただただ主に感謝いたします。でもこの働きの願いはどれだけ多くの人々を集めるのか、もちろん人々が集まるのは素晴らしいことです。またどれだけ教会が成功するのか、教会成功すること素晴らしいことです。でもそれよりももっと重要なのは、集められた私たち神の家族一人一人が永遠の報いを受けるということです。主の前に立つときに多くの義の実を結び、そして共にその永遠の実を祝い合うことができる、永遠にそれを祝福し合うことができる、その恵みを感謝いたします。そして私たちが結ぶことができる最も麗しき実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、それら御霊の実が私たちの永遠の麗しき実とされていくことを感謝いたします。このようなものは全部朽ち果てていきます。私たちの着るものも肉体も、また私たちの持ち物も経済も仕事も何もかも全部この地上に置いていかなければなりません。しかし天に持っていくことができる唯一のものは魂です。私たちはこの地上でこの魂に何を満たすでしょうか。私たちはこの地上でこの魂を何のために費やすでしょうか。先ほども献金の時に言いました、お金というものは朽ち果てていくものです。しかしそこに私たちは永遠の価値を分与することができます。これを主よあなたの御前に捧げます、これをこの地上で神の働きのために、また永遠に残る報いのために主よ使ってください。時間、私たちはそこに神様の価値を分与することができます。主よ私の時間を捧げます、この時間をもって主を礼拝捧げ、時間をもって御言葉を読み、時間をもって祈りの時を持ちます。主よこの時間にあなたの価値が開かれていきますように、注がれていきますように。ぜひ皆様、私たちの一日一日を主に使える機会として歩んでまいりましょう。この1週間も聖霊様が私たちを導いてくださり、もう本当にシンプルなことかもしれません、誰かに対して笑顔をする、まあ、突然電車で横の人に笑顔をしないでください。別の問題が起こったりしますので。でも職場において本当に人々は時にもうイライラしている場合があります。笑顔がなくなる場合があります。その時に誰かに対して笑顔をしてあげること、そして自分たちを本当に苦しめる人が職場にいるかもしれません、その人のために毎日祈ること、取りなすこと。もうオフィスのワークをしている方はですね、例えば上司との間に問題があるなら、少し早く行って上司の机に手を置いて祈ってあげてください。主よ今日ここに平安がありますように、あなたの平安がここに訪れることを願います。イエス様はどこに行っても平安を祈りなさい、シャロームがそこにあるように祈りなさいと言われました。ではその上司が平安にふさわしくなかったらどうなるんですか。イエス様言いました、帰ってきますと。だから私たちが平安を祈って損することは一切ありません。なので今週1週間使えるために使わされていこうでありませんか。そこに主ご自身の栄光、訪れがもたらされることを感謝いたします。ヨハネの福音書の中で、私に使えるというものは私がいるところで使えるものとしていなさい、そのようにですね言われていることを覚えたいと願います。イエス様は使えるお方でした。私たちも使えるために使わされていきたいと願います。お祈りいたします。天のお父様、私たちの生まれながらの性質は使えることではなく、自分が満たされることを求めます。赤子は生まれた時から自分を見てほしい、自分を満たしてほしい、成長する中においても幼子は自分自分自分、これが私たちの肉の性質であり、まさに私の中にあるそのような性質であることを認めます。与えるよりも受けること、人を許すことよりも自分が本当にこの受け入れられ許されること、それを求めてしまいます。でもイエス様言われました、自分にしてもらいたいことを他の人にしなさい、これが律法であり預言者である。またパウロにイエス様は直接語られました、受けるよりも与える方が幸いである。主よその誠に幸いな生き方をすることができますように、私たちの人生を使えるために用いてください。私たちの人生を与えるために使ってください。
私たちが使え与えるとき恐れがやってきます。与えればなくなるのではないか、使えば、まあ、本当に消耗してしまうのではないか。しかし主よ、このことを覚えます。本当に預言者がこの空の器を用意したとき、その器はもう 空の器がある分だけ満たされました。私たちも与えれば与えるほどなくなるのではなく、与えれば与えるほど主がそれを豊かに満たしてくださることを感謝いたします。主よ、あなたが無限の供給者であられることを信頼し感謝いたします。ヨハネの福音書の中には、主は御霊を制限しては与えないと書かれていること、ありがとうございます。無限にお与えになると、主よ、私たちを空の器として使ってください。この1週間も祈りを持って、また人々を祝福することを通して、また許すことを通して、取りなすことを通して、また必要があるなら具体的に人々に与えることを通して、励ましの言葉を、笑顔を、また本当に使えることを、与えることを通して、キリストの心を表すことができますように。これが律法であり預言者、神の国の生き方であることを感謝いたします。私たちの肉の力においてはできません、正直に認めます。しかし十字架の前に立つとき、イエス様が私たちに命を与えてくださったその恵みを大胆に受けるとき、その恵みに応答して、私たちの内側から主の子の恵みの働きが溢れてくるようになることを感謝いたします。毎日イエス様のもとに行きます。毎日新鮮な恵みをイエス様から受け取ります。そして恵みがあふれて、人々にその恵みが望んでいきますように、恵みの器として私を使ってください。今日私を器として主の御前にお捧げいたします。また全ての生活の中で礼拝者として、主よ、本当に小さなことに至るまであなたを礼拝する忠実なものとして歩まさせてくださること感謝いたします。全ての恵みの源であられる我らの主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。素晴らしい主に感謝の拍手をお捧げいたします。アーメン、アーメン。最後に一曲賛美を持ってですね、そして祝福を持ってこの礼拝を閉じたいと願います。それでは主の祈りを持って主に栄光を返し賛美しましょう。
アメン。ハレルヤ、感謝いたします。私たちがこの天地を作られた創造主であられるお方を、遠く離れたよくわからない神ではなく、イエス・キリストを通してアバ、お父さんと呼ぶことができるこの特権が与えられていることを感謝いたします。神の御前で正しい身分を私たち持って歩むことができますように、私たちは道中および御子イエス・キリストとの交わりの中に入れられていることを感謝いたします。聖霊様がインマヌエルなるお方、共に私たちと歩んでくださることを感謝いたします。この私たちと共にいてくださる、いやむしろこの私たちを主ご自身の中に入れてくださった、主と共に生きる特権を与えてくださった、この三位一体なる主の御名によって祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの偉大な大いなる恵み、天の父なる神様の大いなる愛、聖霊なる主の親しき親密な豊かな交わりが、この一週間もまた今より常しえまで我らと共にありますように。我らの救い主であられるイエス・キリスト、このお方のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げいたします。アーメン。もう一度私たちはこの礼拝を閉じるにあたって、画面に向かってシャローム挨拶したいと願います。シャローム。お互いにも挨拶を持って終わりましょう。シャローム。感謝します。シャローム。感謝します。